こんにちは、ゆむゆむです。今回はビニール紐を使ってこちらのバッグを編んでいこうと思います。リリナナさんのモチーフを少しアレンジして作りました。概要欄にリンクを載せているので、そちらもぜひご覧ください。今回は6色のビニール紐を使用しました。セリアさんで購入しましたが、それぞれ1玉あれば十分編めるので、お家にあるものでも大丈夫です。かぎ針は8号を使います。とじ針とハサミもご準備ください。まずは白い糸で編み始めます。指に一度だけ糸を巻きつけて輪の作り目を作ります。この時あまりきつくすると最後引き締める時に輪が閉じにくくなってしまいますので注意してください。一段目はまず立ち上がりの鎖を3目編みます。この鎖は長編み1目として数えます。続いて輪の中に長編みを1目編んでから鎖を2目編みます。まずは長編みを1目編みます。そしたら鎖を1個、2個編みます。そしてまた輪の中に長編みを3目編んでから鎖を2目編みます。長編み1、長編み2、長編み3、3目編めたら鎖を2回編みます。1回、2回。この長編み3、鎖2というのをあと2回繰り返します。ここまで編めたら中心を絞ります。針を戻して輪の中に長編みを1目編みます。長編みを完成させるときに色を変えて今まで編んでいた白い糸は休ませておきます。最初に編んだ立ち上がりの3つ目の鎖に引き抜きます。2段目は鎖1目で立ち上がって同じところに細編みを編みます。糸端を編みくるみながら前段でできた鎖2目のスペースに長編みを7目編みます。次は前段で編んだ長編み3目の真ん中の目に細編みを1目編みます。そしたらまた鎖2目のスペースに長編みを7目編んでいきます。
りも同じように編んでいきます。最後の長編みを完成させるときに休ませていた白い糸に色を変えて最初の細編みに引き抜きます。今まで編んでいた緑色の糸を切ります。編み始めの糸はすでに編みくるんでいるのでギリギリのところで切ります。ついでに輪の中心から出ている白い糸端も処理しておきます。3段目は鎖編み5目で立ち上がります。これは長編み1目プラス鎖編み2目として数えます。同じところに長編みを1目編みます。続いて鎖編みを2目編んで、次は前段の長編みの真ん中の目、4つ目に細編みを1目編みます。さらに鎖を2目編んで、前段の細編みの頭に長編み1、鎖2、長編み1というふうに編みます。長編み1、鎖2、そして同じところに長編み1。もう一度同じところに長編み1、鎖2、長編み1と編みます。そしたらまた鎖を2目編んで、次は長編みの真ん中の目に細編みを編みます。残りもこれを繰り返します。最後は立ち上がりの鎖と同じところに長編み1、鎖2、長編み1と編みます。最後の長編みを完成させるときに色を変えて白い糸は休ませておきます。立ち上がりの3つ目の鎖に引き抜きます。3段目です。根元にある鎖2目のスペースに引き抜きます。立ち上がりの鎖を3目編みます。これは長編み1目として数えます。
と端を編みくるみながらスペースの中に長編みをあと6目編み入れて全部で7目になるようにします。次は前段の細編みの頭に細編みを1目編みます。続いて次のスペースに長編みを7目編みます。7目編めたら鎖を1目編んで、次のスペースにも長編みを7目編みます。残りも同じように細編みの頭には細編み、スペースには長編み7目、角の7目と7目が連続するところには間に鎖を1目入れて編んでいきます。最後の鎖を編んだら立ち上がりの3つ目の鎖に針を入れて休ませておいた白い糸で引き抜きます。黄色い糸は切って糸端は始末しておきます。編み始めの糸端は編みくるんでいるのでギリギリのところで切って大丈夫です。4段目です。4段目は立ち上がりの鎖を5目編みます。これは長編み1目と鎖編み2目として数えます。根元の鎖のスペースに長編みを1目編みます。続いて鎖編みを2目編みます。1目、2目、2目編めたら次は長編みの真ん中の目、4つ目の目に細編みを1目編みます。そしたらまた鎖を2目編んで、次は前段の細編みの頭に長編み1、鎖2、長編み1と編みます。そしたらまた鎖を2目編んで、次は前段の長編みの真ん中の目、4つ目に細編みを編みます。
そしたらまた鎖を2目編んで、次は角の鎖のスペースに長編み1、鎖2、長編み1を2回編みます。このように間に鎖を2目入れながら、角には長編み1、鎖2、長編み1を2回編んで、細編みの頭にはそれを1回、そして長編みの真ん中の目には細編みを1回というふうに編んでいきます。最後は立ち上がりの鎖と同じところに長編み1、鎖2、長編み1と編みます。最後の長編みを完成させるときに色を変えて3つ目の鎖に引き抜きます。白い糸は休ませておきます。6段目です。6段目は根元のスペースに引き抜きます。そしたら立ち上がりの鎖を3目編みます。この鎖は長編み1として数えます。編み始めの糸端を編みくるみながら、同じところに長編みを6目編んで、全部で合計7目になるようにします。続いて細編みの頭に細編みを1目編みます。そしてちょっと邪魔なので、この編み始めの糸端を切っておきます。そして次のスペースに長編みを7目編んでいきます。前々段と同じように細編みの頭には細編み、スペースには長編み7目、スペースが2回続いているところは塊と塊の間に鎖を1目入れて編んでいきます。
最後の鎖を編んだら、立ち上がりの3つ目の鎖に針を入れて、休ませておいた白い糸で引き抜きます。7段目です。7段目は鎖5目で立ち上がります。これは長編み1目と鎖編み2目として数えます。まずは根元のスペースに長編みを1目編みます。7段目は前々段と同じように細編みの頭には長編み1、鎖2、長編み1というのを1回編んで、そして角のスペースには同じものを2回、長編みの真ん中の目には細編みを1回編んで、それぞれの間に鎖2目を入れて編んでいきます。最後の長編みを完成させるときに色を変えて、3つ目の鎖に引き抜きます。白い糸は休ませておきます。オレンジの糸は切って糸端を始末しておきます。8段目です。8段目は根元のスペースに引き抜きます。立ち上がりの鎖を3目編みます。これは長編み1目として数えます。編み始めの糸端を編みくるみながら、同じところに長編みを6目編んで、合計7目になるようにします。編み始めの糸は切っておきます。そし
したらまず細編みの頭には細編みを1目編んでいきます。そしてスペースの中には長編みを7目編みます。そしたらまた細編みの頭には細編みを1目編みます。そしてスペースの中には長編みを7目編みます。そして次も同じように細編みの頭には細編みを1目編みます。角も同じようにスペースの中に長編みを7目編んでいきます。この7目と7目の間には鎖を1目編みます。これを繰り返して残りの辺も同じように編んでいきます。最後の鎖を編んだら立ち上がりの3つ目の鎖に針を入れて休ませておいた白い糸で引き抜きます。9段目です。9段目は立ち上がりの鎖を5目編みます。これも長編み1目と鎖2目として数えます。根元にあるスペースに長編みを1目編みます。そして鎖を2目編んでいきます。長編みが7目あるところには真ん中の目に細編みを1回編みます。そしたらまた鎖を2目編みます。で、前段の細編みの頭には長編み1、鎖2、長編み1を1回編みます。そしたらまた鎖を2目編みます。また長編みが7目あるので、真ん中の目に細編みを1回編みます。そしたらこの辺の中心にある細編み、ここには長編みを1回編みます。続いて、また長編みが7個あるので、真ん中の目に細編みを1回編んでいきます。そして鎖を2目編みます。次も同じように細編みの頭には長編み1、鎖2、長編み1というふうに編みます。そしたらまた鎖を2目編んで、次はまた長編みが7目あるので真ん中のところに細編みを編みます。
そして鎖を2目。そしたらこの角のスペースのところには長編み1、鎖2、長編み1というのを同じところに2回続けて編みます。残りの辺も同じように編んでいきます。最後の長編みを完成させるときに色を変えて、白い糸は休ませておきます。10段目です。まずは根元のスペースに引き抜きます。立ち上がりの鎖を3目編みます。これは長編み1として数えます。編み始めの糸端を編みくるみながら同じところに長編みを6目編んで、全部で7本になるようにします。ここで編み始めの糸は切っておきます。そして細編みの頭に細編みを1目編みます。次のスペースに長編みを7目編んでいきます。この辺の中心にある長編みの頭には細編みを1回編みます。そしたらまた次のスペースには長編みを7目編んでいきます。そして細編みの頭には細編みを1目編みます。角は前々段と同じようにスペースの中に長編みを7目編むんですけれども、7目と7目の間に鎖を1目入れて編んでいきます。残りの辺も同じように編んでいきます。最後の鎖を編んだら、立ち上がりの3つ目の鎖に針を入れて、休ませておいた白い糸で引き抜きます。糸は切っておきます。
11段目から20段目までは9段目と10段目を繰り返して同じように編み進めていきます。20段目まで編めたところです。21段目は鎖1目で立ち上がって根元のスペースに細編みを1目編みます。次は引き抜いたところと同じところに細編みを1目編みます。そこから13目細編みを編んでいきます。13目編めたら中心の15目目は飛ばして14目目と16目目を2目一度にします。残りの目も同じように1目につき1目ずつ細編みを編んで、辺の中心のへこんでいる真ん中の1目を飛ばしてそこだけ2目一度で編んでいきます。1周編めたら最初の細編みの頭に引き抜きます。続いて鎖編みを50目編んで持ち手を作っていきます。50目編めたら隣のお山の中心に引き抜いて糸を切ります。反対側も同じように右側のお山の中心に糸をつけて鎖を50目編んで隣のお山に引き抜いていきます。そして今回はここで糸を切らずにそのまま鎖1目で立ち上がって引き抜いた目のその隣の目から細編みを13目編んでいきます。
中心の15目目は飛ばして14目目と16目目を2目一度で編みます。続いて細編みを13目編んでいきます。持ち手の部分は鎖半目と裏山を拾って一目につき一目ずつ細編みを編んでいきます。最後まで編めたら、次はお山の中心のところではなく、その左隣の目に細編みを編みます。中心の一個隣のここですね、ここに細編みを編みます。残りの辺も同じように編んでいきます。一周編めたら糸を切ってから最初の細編みの頭に針を入れて鎖とじで閉じていきます。続いて持ち手の内側を編んでいきます。お山の中心の一つ隣の目に糸をつけて鎖一目で立ち上がります。同じところに針を入れて細編みを一目編みます。そこから糸端を編みくるみながら細編みを12目編んで13目目と15目目を2目一度で編みます。残りの目は一目につき一目ずつ細編みを編んでいきます。一周編めたら糸を切ってから最初の細編みの頭に針を入れて鎖とじで閉じていきます。反対側も同じように編んで糸始末をしていきます。これでカラフルで元気な夏バッグの出来上がりです。
今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。一緒に編んでいただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。